セールはいいよね。うん、すごくいい。すごくいいよね。昔から好きだった？昔はそんなに好きじゃなかった。俺も結構鼻について、この人。なんだかねって感じがしたんですけど、うん、最近いいよね。ね、でも圧倒的にでもこの人の良さって、うん、絶対なんか恋を、たくさんのなんか素敵な恋を重ねた良さだっていう気がするのね。うん、なんか女としての魅力みたいなさ、うん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 。ただステージの衣装とかっていうのがなんかちょっと、うん、逆かなって気がするんですけど。俺もそう言われてるような気がする。あ、嘘、そんなこと。なるほどね。なんないよ、うん、い。女としてね、見てて、もっとなんか素敵な衣装関係あの、露出関係がね。露出関係がね。うん、女ってさ、しなくてもいいのにって。女って、俺もなんかいつも思うんだけど、女ってなんか武器にしなく、女を武器にしなくても女だから、っていう感じあるよね。うん、だから俺もね、なんかいまいちああいうの好きじゃないよね。逆に身を包んでる方が女っぽかったりとかするでしょ。うん、まあ人のこと言えないじゃん。そりゃそう。昔のあなたは昔はね、確かに。あと女優さんだと誰が好きって話になっちゃうんですけど、急に。女優さんだと、うん、ロザンナ・アークエットとか好き。誰だっけ俺が。名前全然覚えられない。わかんないでしょ。うん、あのね、グレートブルーとかに出てたし、あと、あのなんだっけ、スーザーを探せとかのマドンナですとか。はいはいはい、あとなんだっけ、結構たくさんいい映画に出てるの。すごいキュートな女優さん。あのピーター・ガブリエルとあのの噂があったりとかさ、あとほらトトのとあのギターの方、スティーブ・ルカさん、うん、とのスティーブ・ルカさん、だから ローザーナじゃなくて、ローザーナ、ローザーナってあるでしょ、うんうん、あれはローザーナ・アクエットだったりとか、ね、ああそうなんだ、うん、あと誰が好きかな、ダリル・ハンナは、ダリル・ハンナも好き、俺ダリル・ハンナ大好きだもんね、うん、うん、好き好き、うん、うん、あとはあとあとね、あと誰、でもキュート系が好きだな、どっちかというと、うん、でもやっぱ賢いっていう感じの人も憧れちゃうね、そうね、うん、なんで俺が女に憧れるのか分かんないでもなんかまあ男と女っていうところで言えばさ、やっぱお互いない部分にやっぱ惹かれるわけでしょ、うんうん、俺ら男同士とかだとさ、うん、やっぱ男としてあのお互い分かってると部分に惹かれるっていうのはあるけどさ、うん、愛だ恋だっていう部分ではなく、うん、人間として、うん、俺も男で彼も男で、あ、やっぱ俺らはこう思ってるって共感する部分だったりとか、うん、俺がこんなに弱いのに彼はこんなに強いって同じ次元でなんか考えたりできるけど、うん、男と女って言うとなんかそれがなんか成り立たない部分があるじゃん、ね、そうね、うん、もっと違うところで成り立つっていうか、やっぱ違う、うんうん、そうこで成り立っちゃうといけないんじゃないの、きっと。そうなのかな、うん、そうするとなんか磁石の威力が何かが崩れちゃうみたいな、うん、うん、女同士でもやっぱり女っぽい人と男っぽい人ってなんか2つに大きく分けるといたりなんかするでしょ、うん、どっちかって言ったら私って男っぽいのかなとか思ったりするんだけど、いや俺もそう思ってたんだけど、最近そうでもない、そうでもないんだなっていうのに気がついて、本当嬉しいような、褒めてるわけじゃない、嬉しいようなあのでもあのたまにそうすごく女っぽいっていうか、女っぽいっていうかなんかちょっとエッチな方向じゃなくてね、うん、もっと本当にキュートな方向で女っぽい人とか見るといいなと思ったりする、うん、うん、まあでもさ仕事柄というか、うん、いつでもなんか男と戦ってきたわけでしょ、一人で今まではね、うん、でもそれはもういいかなって感じで、うん、戦わなくてもいいかな、うん、男の人と、なるほどね、うん、たまに戦いますけどね俺らはねなんか素敵な衣装関係、あの露出関係がね、露出関係がね、うん、女ってさ、しなくてもいいのにって、女って俺もなんかいつも思うんだけど、女ってなんか武器にしなく、女を武器にしなくても女だからっていう感じあるよね、うん、だから俺もねなんかいまいちああいうの好きじゃないよね、逆に身を包んでる方が女っぽかったりとかするでしょ、うん、まあ人のこと言えないじゃん、そりゃそう、昔のあなたは昔はね、確かに。あと女優さんだと誰が好きって話になっちゃうんですけど、急に。女優さんだと、うん、ロザンナ・アークエットとか好き。誰だっけ俺が。名前全然覚えられない。わかんないでしょ。うん、あのね、グレートブルーとかに出てた。セールはいいよね。うん、すごくいい。すごくいいよね。昔から好きだった？昔はそんなに好きじゃなかった。俺も結構鼻について、この人。なんだかねって感じがしたんですけど、うん、最近いいよね。ねでも圧倒的にでもこの人の良さって、うん、絶対なんか恋を、たくさんのなんか素敵な恋を重ねた良さだっていう気がするのね。うん、なんか女としての魅力みたいなさ、うん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 。ただステージの衣装とかっていうのがなんかちょっと、うん、逆かなって気がするんですけど。俺もそう言われてるような気がする。あ、嘘、そんなこと。なるほどね。なんないよ、うん、い。女としてね、見てて、もっと。で、彼も男で、あ、やっぱ俺らはこう思ってるって、共感する部分だったりとか、うん、俺がこんなに弱いのに彼はこんなに強いって、同じ次元でなんか、うん、考えたりできるけど、うん、男と女って言うとなんかそれがなんか成り立たない部分があるじゃん、
ね、そうね、うん、もっと違うところで成り立つっていうか、やっぱ違う、うんうん、そうこで成り立っちゃうといけないんじゃないの、きっと。そうなのかな、うん、そうするとなんか磁石の威力が崩れちゃうみたいな、うんうん、だから女同士でもやっぱり女っぽい人と男っぽい人ってなんか2つに大きく分けるといたりなんかするでしょ、うん、どっちかって言ったら私 あとあのなんだっけ、スーザーを探せとかのマドンナやつとか、 あとなんだっけ、結構たくさんいい映画に出てるの、うん、すごいキュートな女優さん、うん、あのピーター・ガブリエルとあのの噂があったりとかさ、あとほらトト の, とあのギターの方、スティーブ・ルカさん、うん、スティーブ・ルカさん、ローザーナじゃなくて、ローザーナ、ローザーナってあるでしょ、うん、あれはローザーナ・アクエットだったりとかね。あ、そうなんだ、うん、あと誰が好きかな、ダリル・ハンナは、ダリル・ハンナも好き、俺ダリル・ハンナ好きだもんね、うんうん、好き好き、うんうん、あとはあとあとね、あと誰、でもキュート系が好きだな、どっちかというと、うん、でもやっぱ賢いっていう感じの人も憧れちゃうね、そうね、うん、なんで俺が女に憧れるのか分かんないけど、でもなんかまあ男と女っていうところで言えばさ、やっぱお互いない部分にやっぱ惹かれるわけでしょ、うんうん、俺ら男同士とかだとさ、うん、やっぱ男としてあのお互い分かってると部分に惹かれるっていうのはあるけどさ、うん、愛だ恋だっていう部分ではなく、うん、人間として、うん、俺も男